聞いたら損する。ガッツ石松とか、うん、和島浩司とかはやっぱ現役時代すごかったんですか？あ、感染期とかプロレスコラム的なやつ、そうそうそう、あとはノンフィクションみたいなもので見てると、やっぱりまあそれはすごく当然、ね、うん、描かれるじゃない、うん、でもガッツ石松はなんかチャンピオンになるまではハートが弱くて、はい、なんかいまいちだったっていう話を聞いたりしますけどね、うん、でもそのなんかね、エディ・タウンゼントっていう名伯楽、その要は会長みたいな、はい、トレーナーがついて、はい、そのメンタルを克服して、おで世界チャンピオンまで上り詰めた。メンタルを克服してってすごいっすね。うん、まあこれもなんか持っていき方なんでしょうね。でなんかガッツ石松っていうリングネームも確か後からつけた、ガッツがないからガッツ石松ってつけたっていう。ああ、なんかそれ聞いたことありますね。そうそうそう、あとサンド傘で入ってくるとかね、ああいうのも自分を追い込むためみたいなだったりとか。それもうなんか精神的ストレスやばくないですか？やばいと思う。やばいと思う。反応は出ますよね、きっと。引退した後とかに。そうやね。それは。あとね、まあこれ言うとあれなんだけど、その、まあ、さっき言った10階級から17階級に増えた時、はいはいはい、スーパー階級が増えた時って、うん、昔はジュニア階級って言われたんですよね。お、今はバンタム級の上がスーパーバンタム、フェザー級だったんですけど、はい、昔はバンタム級ジュニアフェザーって言われてて、あ、なるほど、ここねすごい舐められてたんですよ。だからあんまり強いチャンピオンがいないみたいな、あ、まあ、伝統を重んじられてたんで、なんかジュニアってつくとすごい嫌っすね、確かに。なんかね、だから日本人チャンピオンは結構そこ狙っていきたいからね。じゃあなんかフライ級って蚊って意味でしょ？あ、違う違う、モスキート級って。モスキートよね。え、フライ級って何ですか？蚊、ハエ？ああ、じゃあ、あ、そうか。え、モスキートは蚊か。フライ級はハエやね。だから蚊のチャンピオンとか、ハエのチャンピオンとかっていう、まあね、そもそもの名前の付け方がちょっとかわいそくないですか？まあそこは白人主導だからね。まあ、そうでしょうね、うん、ちっちゃいやつ全員クソって思ってたんでしょうね。そうそうそう、アメリカでもやっぱり競技人口一番多いのミドル級なんですよ。あ、まあ、ミドルってミドルっていうことなんでミドル級なんですけど、はい、日本のボクシングって最高一番高いのミドル級なんですよね。ああ、基本的に常設されてるのはもうヘビー級なんて一人いるかいないかなんで、常設されてるのはミドル級で、相手がいないんですよね、日本の中で。でしかも10位以内のランキング埋まらないみたいな。あ、うん、じゃあ俺ヘビー級行きますって言ったらチャンピオンとかなれるんですか？ランキングランカーにはなる。ランカーには、ああ、なれる、ごめんちょっとそれは分かんないな。なれるのかな、ブヨブヨのままで。ブヨブヨの多分確か100何キロ以上、110キロ以上とかがそんなのあったと思うから。やばいっすね、110キロやばいっすね、はい、だってヘビー級の上クルーザー級っていうのがあるんですよね。いやいや、クルーザー級は下です。あ、下ですか。ヘビー級が一番上。ヘビー級、スーパーヘビー級みたいななんかあったのはありましたけど、でも基本的にヘビー級が、うん、そこから無差別で上がります。あ、なんか全然違う話ではないですけど、うん、僕、ボクシングでいつも気になってたのが、あの必殺技とかあるじゃないですか。そのガッツ石松のカエル飛びアッパーみたいな。それ和島。あ、和島。あれと本当にあるんですか？まあ、和島もやってたよ。あの映像で残ってる。今もあるんですか、そういう必殺技的な。ああ、まあない方が多い。あれ、かく乱戦法だからね。あれでペースをつかむみたいな、びっくりさせて。なんか初めの一歩とかもっと合理的なものとかあるじゃないですか。何？コークスクリューグロー。コークスクリューグロー。まああれは、まあ、嘘だけど。あれないっすね。じゃあデンプシーロールは？デンプシーロールも、まあ、昔、ね、やってる人いましたよ、うん、そのデンプシー、ジャック・デンプシーっていう人が、はい、でも本当、僕も見たことあるんですけど、映像残ってますよ、白黒で。ぶん殴ってるだけなんですよ。勝てないんですよね、近代だと。それはじゃあ、必殺技というより、うん、そういう勝ち方に名前をつけたみたいな。ある意味ね、ある意味、ね、多分そうじゃないかなと。必殺はちょっと夢はありますけどね。うん、さっきのドネアの左フックとかは、うん、まあ、ある意味必殺って言われてたし、あ、その、西岡俊明、あなたたちが知らない、はいはい、もうこれ左、あのサウスポーの選手だったんですけど、はい、左のストレートが
すごくて、うん、もうこれでもバタバタ倒したんで、レフトモンスターかなんか、そんな風に言われてたと思いますね、アメリカでも、うん、なるほどね。いやなんかそういうの見たのプロレスファンなんだ。プロレスファンは絶対必殺技だよね。そうだよね、必殺技ね。なんかちょっと憧れの初めの一歩もそうじゃないですか、なんか、うん、そうね、あるね、必殺技ありきのなんか閉まるからね物語が。だって必殺技を開発するトレーニングとかするからね。うん、そうね。うん、必殺技攻略されたら終わっちゃうからな多分ね。多分攻略されちゃうからだろうな。あんまないですね、やっぱ現実ないね。あれはないですか、ヘビー級の人に対してミドまあ、フライ級の人が3人で倒すみたいな。ね、バカにしてる。いや、重さを合わせてくる人数で。水曜日バカにしてるかな、これ。ボクシングをバカにしてるのかな。ないわ。なんだそりゃ。でもそういう格闘技が面白いかもって思ったことはちょっとありますけどね、うん、僕あのボクシングだけじゃなくて格闘技好きなんで、はいはいはい、3対3の格闘技って、うん、ああ、ね、それはプロレスじゃないですか。ああ、同時じゃないのか。同時、そうだね、そうだね。チェスボクシングとかは見ないんですか。何それ、あ本当にあるんですか。あるある。何それ。1ラウンド目はボクシング、2ラウンド目はチェスです。バカにしてる。いやいや、本当にあるんだって。本当にあるんだって。本当にチェスボクシングっていうのがあるんですよ。うん、それと、誰が出んの。ボクサーが出んの。ボクサーとか、チェスが得意なボクサーが出るんですよ。で、どっちかで勝てば OK。だからチェスが苦手な方はボクシングで倒しにかかるけど、ガードしてガードして、次のチェスで勝とうっていう。何それ。あるんですよ、ちゃんと。チェスボクシングって。それ何でもいけますね。できると思う。ね。うん、将棋サッカー、将棋サッカーもいけるしね。バドミントン、水泳もいけるし。いける。トライアスロンなんて最初はそんな感じで始まったんじゃないですか。そうっすね、確かに。だとチャリ乗るとかマジバカなんじゃねみたいなことを言ってたんじゃない。やるみたいな。じゃあやっちゃうって。あやってみせようかっつって。あれ競技、競技なのかな。あでもオリンピックでも教育化されてるんでしたっけ。トランスはどうでしたかね、どうだったか。じゃあもうオリンピック全種目総合みたいなやつやってほしいですね。一人で、一人1対1で。なんか近代なんとかみたいなのあるよね。あ、まあ、近代10種でしたっけ。ああ近代ね、なんか馬乗ったりとかなんか打ったりとか。近代5種か。近代5種かな。ああいうのがありなんだったら何でもありよね。ああいうのを目指そうとした時にどこの学校に入ればいいんですかね。どこのでさ、射的とかさ、どこで練習する。射的ってもお祭りっすね。射撃。射撃だ。確かに環境揃ってないと無理ですよね。弓道とかだってね、そこそこのところに行かないとまず学校に施設がないじゃないですか。そうですね。確かに。ボクシングもね、リングが必要ですよね、うん、ボクシングリングが必要よね。そういう意味ではやっぱサッカーってすごいよね。ボールがあればいいですからね。布をね、丸めただけのボールでも、うん、野球もね、大変でしょ。野球も大変ですよね。ね、ある程度やっぱ広さも必要だし。そうバスケットはゴールないとできないしね、ある意味。でもゴールあればいいですからね。あ、そうか。まだやりやすいか、うん、一番やりやすいのはね、サッカーでしょ、ね、サッカーね。野球はサッカーかもしれないですね。クリケット、クリケットルールがいまいちわかんないですね。なんかティータイムとかあるんですよね。え、本当に。めっちゃ長いですよね、1日。あ、長いっての聞いたことある。あれクリティケ、あ、クリケットだっけ。あ、違うか、ポロか、それ。ポロとクリケット、ポロはどっち、一緒でしたっけ。クリケットが馬に乗ったのがポロ。あ、あ、そうかも。いや、クリケットめっちゃ長かったと思います、うん、クリケットなんか長いって聞いたことがあるような気がする。あれ、あのタイじゃない、インドのあの国技みたいな。そうです。あれクリケット、クリケットです。あ、それ長いんだ。なんかもう一日中やってるイメージですよね。そういうのやりたいね、一回。マジっすか。いや、ちょっと未知のスポーツにチャレンジ的な。もう旦那がクリケットやるって言い出したら、俺多分僕が嫁だったら超キレると思う。え、まだ帰ってこないの。いやいや、長いのは良くないけど、ね。今度の日曜日ちょっと友達とクリケットちょっと行かしてっつって。月曜日ごめんだけど行かして。月曜日なんだけど。あれ、じゃあ、 あのボールの先にこう
あ、じゃあ、ボーなんでボーラクロス、ラクロスか。なんか男子ラクロスってすごいらしいですよ。すごいらしいですね。なんかね、激しいんでしょ。激しいらしいですね。なんか女性のねイメージだとなんかヒラヒラのスカートでやってるイメージなんですけど、違うらしくて、棒をつけるっていう。男子はこの棒の先っぽに釘がいっぱい出てるとか。でこうやってね、シャキーン、ザッシュッ、投げ払って、投げ払って相手を切って。もしかして隠し刀が出てくるかもしれないじゃん。隠しは後ろの絵の方。一つのハマっているものをこう聞いてそれを聞くって、うん、それ楽しいですね。ああ、よかったです、うん。もう僕も話したくてうずうずしてたんで、すっきりしました。いや、なんか俺何があるんだろうな、そういうのだと。まあ、映画とかはね、好きでしてますけど。いや、でもジョジョをちゃんと深めたらいいじゃないですか。ジョジョ。ジョジョはもうやっぱ、あれですよ、まあ、なんだろう、考察がみんなすごい、ね、されてる。いろいろされてますよね。うん、もう最近のやつは意味がわからない。ですよね、最初のやつ、ジョジョリオンっていうかもうその前のスティールボールランぐらいから、うん、なんかまあね何そのスタンドの意味みたいな。まあ主人公のスタンドがそもそもね、そもそもなんか意味わかんないもんね。なんか爪、そう爪飛ばして何黄金比で最強ってあれすごいよね。あれ本当あれを突き通してるっていうのは、まあ、漫画表現の凄さだなと思いますよ。そうですね、意味わかんないの。意味わかんないですね。ただあの影響を受けてるなと思うのは、コマ割りが変わっていくんですよ。ね、スティールボールランとその前のあれ、ストーンオーシャンを見ると、うん、違う。空白の作り方とかが全然違ってて、その絵の描き方もちょっと変わってるんですよ。でこれは多分ルネッサンス時代の絵画とかに影響を受けてる節があって、でその黄金人とかも確かその時代に生まれているので、なんかその辺がすごいこう荒木裕彦何かを変えたような気がするんですよね。へえ。あのスティールボールランから月刊誌に移ったんでしたっけ。うん、ウルトラジャンプですね。ウルトラジャンプに移ってますね。そのなんか余裕とかも含めてたんだと思います。あ、確かにね、そこでね、変わった感じはあるんですかね。それはスティールボールランからからですね、から女性の描き方とかがすごい変わっていき、で今とかは昔なかった割とエロ表現とか入ってるんですけど。ああ、そうなんですね。今は入ってます。エロいんですか。あの絵がね、あんまエロくはないってありますけど、この角度で描かなかった構図とかが結構出たりとか、あ、割と際どいシーンとか、なんかこう画風とかも変わって、でより意味が分かんなくなったんですよ。これはなんか万引き通り、カツアゲ通りっていう今のジョジョリオンでカツアゲ通りっていう話が出てくるんだけど、これが謎すぎて、よく分かんないので、ちょっと今度読んでみてください。じゃあ分かるんだけど分かんない話なんですよ。なんかね、カツアゲされるんですよ、その道歩いたら。でちょっと全然わかんないまだ、うん、これなんか説明しづらいんですけど、なんか難解な漫画になってきたなと思って。はあ、なんだろうね、それちょっと読んでみないとわかんないから。そうですね、わかんないね。ジョジョは多分ね、あれ5分ぐらいまでじゃない、ちゃんと愛を持って話せるのは。そこから先は研究対象になる。なんかあれっすよね、エヴァンゲリオンとかもそういう節ありませんでした。あ、なんかね、難解なのかもう考えるのやめてるのかっていう、そう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 、そこまで考えるのっていう。なんかでもすごい考察してる人もいるよね。もう全部これちゃんと合ってたみたいな、伏線も全部合ってた。今会社に漫画家さんが入ってたんですよ。で、まあ、売れてないとはいえ賞とか取って、賞取ったら担当がつくんですね。で担当がついてる人で、今は少年向けの雑誌にスイッチして、でギャグ漫画を描いてるんですけど、もう月に1本とか2本とかネームを送って、でそれで担当が面白いってなって
会議に上げて、で通って読み切りとか連載とかに決まるっていう話らしいんですけど、うん、まあ通らんと。へで、まあ、その担当がついた後は有効期限はないらしく、だから10年間それやってる人もいるらしいんですね。だから本当に今連載してる人とか連載続けてる人はもう化け物だっていう話で、これ数字で言ったらプロ野球選手より少ないって言いますもんね。漫画家ってね、だからあれ大変ですよね、本当に。いや、うん、これ誰が言ってたんだっけな、これ岡田斗司夫が言ってたんですかね、漫画ほどその人生かけて時間をかな、時間をかけて創作してる作家はいないっていう。だから週刊漫画なんでしょうけどね、多分ね、一番だから意味不明なところに入っていくのは多分精神の病、うん、あそうでしょうね、うん、それをで分析してあげるのは愛じゃないですか。ファンの愛だと思う。愛だと思う。まあ言ったらあれですよね、ゴムまでで楽しませてもらったから、うん、この先はあとは税金ですよ。年金とか年金付き合ってきますよ。そう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 。でもこういうのすごい大切だと思いますよ。そう大切なんですよ、うん、うファンとしては、まあ、それ嬉しい、まあ、ずれてても嬉しいかもしれないですね、その考察自体が。本人にとってはこういう解釈あるんだっていう気づきにもなりそうですね。はいはいはい、ビョークっていうね、そのアーティストが好きなんですよ、うん、でビョークが好きだったけど、ある時からもう本当スピリチュアルな世界に行っちゃって、スピリチュアルな曲になってきたんですよ、うん、であるアルバムはなんかもうボイスパーカッションとか、 なんかそんなのを駆使したなんか実験的アルバムで、正直もう聞くに耐えない。ちょっと聞いていいですか、あの、何ジェニック、ホモジェニック、ホモジェニックはまだ、はい、まともだった頃、全然全然いいです。あ、そうなんだ、全然いいです。でも、ホモジェニックぐらいですね。そっからその後、ちょっと名前忘れですけど、あの白鳥のジャケットのやつを出すんですけど、あの辺から聴ける曲と聴けない曲があるぞと思って、で、一回ちょっと回帰して、うん、赤いなんかジャケットのやつ、うんうん、で、でも戻ってきたんですよ、うんうん、お、なんか嬉しいと思って、ヘビローテで聴いてたんですけど、その次にまた、はぁっていう、ね、PV とかがもう行っちゃってて、これすげえと思って。あの、桜玉吉っていう漫画家してます？知らないです。幸せの形って昔、ファミ通で書いてた人なんですけど、わかんないですかね。あの、まあ、コミックビームとかでも、今はもう書いてないかもしれないですけど、この人、うん、ファミ通で、まあなんか、エッセイ漫画みたいなの書いてるんですよ、はいはい。で、それが、まあ、普通は初めギャグ漫画だったんですけど、2ページぐらいの、うんうん、それがね、途中から変な方向に行かれて、多分趣味に走り始めたんですよね、うん、で、それがビームに移ったあたりから漫画変えてね、はい、なんかね、精神病み始めたみたいな、はい、で、毎回日常漫画を描くんで、はい、やっぱり自分が病んでることも描くんですよね、うんうんうん、でね、その表現って面白いなと思ったら、病んでるんですけど、うん、ギリギリ、うん、それを客観視する目が残ってるのが分かるんですよ。でも本当に病んじゃうと、もう本当にぐちゃぐちゃになっちゃうんです。これをこう行ったり来たりしてる、その日常漫画を描いてる、すごいっすね、ですけど、それよく担当は続けばと言いましたね。いやー、まあそれで休んじゃったりもするんですよね。もう長期で休んじゃったりもするんですけど、これの漫画読んでて、あ、なんかこの人病んでるって言って漫画描いてるけど、うん、ギリギリ保ってんだな、これ漫画のおかげで保ってるのかもしれませんね。ああ、かもしれないですね。で、それが外れたら本当にもう表現じゃなくなっちゃうみたいな、さっきの話じゃないですけど、うん、いや、そうなんですよね、うん、で、漫画に関しては、バクマンを読んだ時に、こんなに、なんだろう、設計してんだみたいな、その見開きとかっていうのもタイミング合わせる話とか、うん、あと、あれ、佐藤修法でしたっけ、ブラックジャックによろしくの人、あの人が、その視線、コマとコマの視線の渡り歩きとか、吹き出しはここにあるべきとか、でこの場所に立ってるからこういう配置になるべきみたいなのを立体的に捉えた上で、話の流れを、動線をちゃんと作ってみたいなのを、ここまでマジで考えてんのと思って、で、やっぱ手塚治虫がちょっと狂っててすごいんですよね。コマという概念を、コマ割りの概念をすごく壊してみたい、実験的なことをいろいろした上で、今の漫画のなんかそういう視線の流れみたいなのに繋がっていくらしいんですけど、こんなことをやってる人たち、でも読者はおそらく気づいてないじゃないですか、うん、自然だと思ってるんですもんね。そうそうそう、多分ここなんか
もっと多分1コマについて話すみたいなのとかをやった方がいいんじゃない？1ページについて。なんだっけ、藤田和弘でしたっけ、牛音虎とかの人の、ね、まんべんとかの回見ました、すごい危機迫って書くじゃないですか、だからそこに書けるその目が全然決まんないんだって何回も聞く書き直すみたいな。その目をちゃんと見てあげないといかん。ホワイトとペンが50かな、もっとなってるから、それぐらいこう重ねていく、もう原稿が立体になる。油絵かみたいな。迫るわと思った。あの夏目草之助さんっていう漫画評論家の人とかは結構それ、そういう小回りとかすごい注目して、うん、あの評論してますけどね。アメコミとかはあの分業じゃないですか、うん、そのね、いろんなところ分業にしているけど、日本の漫画ってアシスタントは使うにせよ、この本当に魂のところを結構一人の作家さんが持つところが領域が長い気がするんですよね、うん、それドラゴン桜の人がもっと業務的にしようって言って、うん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 、自分 のと同じように書ける人を量産するみたいにやるじゃないですか、うん、でその前で言ったら、ね、斉藤孝雄がプロダクションとしてアシスタントを使うっていう概念を持ち込んだとか、もっとある種産業的になっていっても俺はいいかなと思うんですよ、うん、確かに、うん、同時にもっとなんかあの触れられる物語を増やしてくれたら嬉しいじゃないですか、うん、触れられる要はあの作品を、例えば荒木裕彦の他の作品を見てみたいとか、うん、考えたところにもっとシフトさせていくというか、例えばあのワンピースってめちゃくちゃ人気じゃないですか、うん、あれ多分終わった後に、まあ、ボルトじゃないけど、うん、スピンオフみたいないろんな人の話とかをいろんな人に書かせて、うん、見せていくと思うんですけど、なんかそういうシステムがあるならば、うん、もう最初からそれをもう産業的にやっちゃうっていうのも確かにね。ただもう僕らの人生が有限だから終わらない物語やめてほしいんですよね。やっぱね、寄生獣ぐらい、うん、寄生獣くらいちょうどいいっすね。10巻ぐらいでしたっけ。10巻ぐらいか、うん、そう、長くてもね、うん、確かに寄生獣ぐらいにしてくれないともう疲れるよ僕らもっていう。産業的な話で言ったら当たった物語を続ける方がまあ、うん、あれですよね。これでもだからあれなんですよ、ディズニーってあるじゃないですか、ディズニーってあるじゃないですか、うん、ディズニーが何年か前に社長が変わった時に、うん、最後にその年まで最後にヒットしたのってあれだったんですよ、確かね、リロ&スティッチ2個を実はディズニーって売れなくなっていくんですよ、うん、あんまりこうヒットが出せなくなって、うん、何したかっていうとシンデレラ2を作ったんですよ、うんうんうん、でシンデレラは3まであって、うんうん、こうなんか2、3ってあるものをこう増やしていくっていうやり方をするんですね、うんうん、で、それがどんどん悪化しちゃって、うん、みんななんか安売りみたいになっちゃったっていうので、うんうん、それで、当時中にいた人だったかな、そのディズニー学校に通っていた人がたまたまディズニーに入れなくて、で、違うところに働いていて、でディズニーが衰退していくのがかわいそうだっていうことでもう一回そこに入って今ディズニーを成功させた人がいるんですけど、この人がピクサーの人で、なんかジョン・ラセター、ジョン・ラセター、はい、ジョン・ラセターはディズニーに憧れてて入れなかったんですよ、うん、で、ピクサーに入って成功した後ディズニーが衰退していくのを見てられないっつって入ってその、作ったのが、魔女と魔法のキスだったかな、違う、なんとかと魔女魔法のキスっていう黒人が初めてヒロインを描くという映画でこれが大ヒットするんですね、うん、でそのまま、次々と雨、アナ、雪とかも大ヒット飛ばしていくみたいなのをこう仕掛けていくんですけど、そのなんとかと魔法のキスっていう映画を作った時に昔ながらの CG とかじゃなくて、うん、手で作業してた人たちをもう一回呼んで作るんですよ、うん、であの時のディズニーを蘇らせようっつってそれが大ヒットしたっていう話なんですけど、なんかこうあの産業的にこう2、3を作っていくで今、うん、俺はまずいことになってるなと思うのはピクサーがトイストーリー4を作ったじゃないですか、うん、3すげえいい終わり方したと思うんですよね、うん、その引き継ぎが完了して、うん、知ってます？1の最初のシーン と,、3の最後のシーン一緒って知ってます、うん、ああ知らない。あの1の最初のシーンは最低だな、そのネタバレ。そうだね、いやでもそれ大したネタバレじゃないですけど3見てない1の最初の1、2、3見てない、1、2、3見てない、興味がないんじゃないそうだね1の最初は、雲の映像から始まって、うん、で降りていったら
そのなんだろう、おもちゃたちのその夢の物語で少年が遊んでる空想の世界なんですよ。で始まるんですよ。で3の最後は最後のシーンが終わった後カメラが上上がって空の映像になるんですよ。わあいいですね。だから1に戻るんですよ。ああ、うん、っていうのを示唆してるってことですか。時間軸としてもそうなんですか。完全に示唆してますね。あげるんですよね、うん、そう人形をまたちっちゃい子大きくなった。だからまた始まりっていうことなんだ。だからこう、おもちゃたちにとって最高の幸せですよね。その永遠に遊んでもらえるっていう、うん、そういう世界を作ったのに、うん、4やっちゃうのっていう、みたいな。これはもうシンデレラ2に匹敵する間違いだと思う。だから分かんないですよ。もしかしたら見たらめっちゃ超楽しいじゃんって思うかもしれないけど、ちょっと危険視してて、それはディズニーとピクサーが一緒になってしまったところから、なんかちょっとね、そういうの、アナ雪も2やるじゃないですか。っていう。